です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。はい。皆さんこんにちは、浜田ブリタニッス。皆さんこんにちは、アイスマン福友です。皆さんこんにちは、アナオエレナです。皆さんこんにちは、よっちゃんです。ということで本日はですね、公開収録の模様をお届けしたいと思います。イエイ。イエイ。それでは今日の質問です。ホリエモンって留学に対して否定的だけど、なんで？確かに企業や人脈作りのために留学するのは愚かなのかもしれない。企業や人脈作りのために留学するのは愚かなのかもしれない。日本でできるしね。英語の勉強もオンラインで可能なので昔ほどの価値はないかもしれませんね。でも純粋に海外に興味があって勉強したいから留学するのは悪いことではないと思うんです。ホリエモンのことを疑った誤った理解はしたくないので分かりやすく説明していただけたら嬉しいです。はい、という質問です。いいですね、この噛み具合がね。もうまあ安定してますよ。芸の域に入ってきてますね。もう最近なんかどこ行っても芸人って言われるんですよ。はい、私でもそっちの方を志向してるんじゃないですか。ちょっと待って、ね、だって自分でどっちかっていうとそう3枚目キャラで売っていきたいなとかと思ってるでしょ。ちょっとあどうなの。いやでもぶっちゃけどうなの。ぶっちゃけ正統派の女優でビシッと言っていきたいの、うん、それともあれなの、3枚目で言っていきたいの、どっちなの、はっきりしろよ。ホリエモンチャンネル。はい、ということで質問に答えていきたいと思います。はい、私はこういうふうに答えました。まあ私は留学よりも、もっとコスパや時間帯効果が高い手段である、あ手段があるとって言ってるだけですよという話です。僕別になんか留学してる暇あったら他にやることあるんじゃないのっていうだけの話で、別にどうしてもやりたくてやりたいんであればやってもいいけど、そういう人いるじゃん。俺なんかいっぱい見てるわけ。この間も僕自分のあの地元の高校に行ってきたんですよ。僕の母校って久留米大学附設高校ってところ行ってきたんだけど、そしたらなんかやっぱりこう大学に行って就職してみたいなことを言ってたし、この間僕灘高校のなんか東京合宿っていうのも付き合ったんだけど、みんなやっぱり保守的でこう引かれたレールの上で決まりきったことでみんながやってるようなことを就職活動やってますとかは、でそれはまた大人がほらあれじゃない、褒めるじゃない、まあ、頑張って就職活動やってんのね、偉いわねとか、留学してもあなんか留学して海外で研鑽を積んできてるのね、偉いわねとかいうふうに言われるじゃん。だから実際さ、みんな大学行ってもさ遊んでるだけじゃん。遊んでない人もいるけど、まあ俺半分、まあ僕の体感で言うと 6,7 割は遊んでると思うね。大学も私も遊んでた、うん、でしょ。人生って長いようで短いから、そうですね、いいよ別に遊ぶなって言ってるわけじゃないですよ。でそういう時間ももちろん必要だとは思うんだけど、それは別に偉いことでも何でもないから、でそうやって留学してるやつが俺は気に入らないって言ってるだけの話で、そう免罪符みたいなね、目的があって言ってるならそれはあの、うん、留学をすること、留学なんかしなくても例えば、まあ言ったら海外行ってどっかで働いてみるとかの方が全然、なんか IT ベンチャー企業とかにもう飛び込んで、なんかインターンじゃないけどバイトみたいな感じで入って、あだからそういう目的があるならいいってことですよね。いやだから留学じゃなくてもいいじゃんそれ。あ確かに留学である先生がないってことなんだよ。ああつまり留学言葉の問題か。そう言葉の問題っていうか、別に海外に行くことで僕は役に立つことって別に特にないと思うわけよ。むしろ別に日本にいて留学した以上の体験をすることってのは別に可能だと思うんですよ、日本にいたって。だから場所の問題でもないし、だから場所、例えば日本でダメだから海外に行ってみる、海外に行ったらなんとかなるんじゃないかっていうのはただ名前だと思う、はい、そうだな、そういう感じなので参考にしてみてくださいということで、はい、アイスマンさん本日のアイス、はい、本日えまたあんの、あ今日はですね牛角アイスです。これめちゃくちゃ美味しいですよ。あのすごい、牛角アイスっていうのは牛角の肉が入ってるわけじゃない。違います、あの牛角で頼むとデザートで出てくるアイスです。すごい、これね、あのバニラに黒蜜が練り込んであって、で別できな粉が別の袋になってるんで、それをかけて食べてもらう感じです。リッチー、絶対おいしい。じゃあちょっとぜひぜひちょっと、はい、あ餅みたい、これはそうですね、お餅、あのきな粉餅、きな粉餅な感じです。確かに美味しい。
ということでアイスマーさんからのアイスのプレゼントでしたね、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。イエーイ